はい、それではですね、生炭焼きのアトピーサポートを受けていただいた方にお話をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではまずですね、今回当院に来る前まではどういったことにお悩みになっていましたでしょうか。そうですね、まあ、一番悩んでたのが、もう、まあ、ずっと、そうですね、まあ、18ぐらいからアトピーが出始めて、はい、まあ、いろいろあったんですけども、ここ最近はもうずっとステロイドを使い続けている状態だったので、もう皮膚がどんどん薄くなってきて、もうそこが非常に悩んでました。はい、はい、もうちょっとしたことでもう切れて怪我するとかもでしたね。はい、はい、まあ、すぐに切れるとかっていうのは肌がどういう状態になってたんですか。もうなんていうんですか、もうペラペラの紙みたいな、はい、もう感じで、もう今もちょっとここの傷跡とか残ってますけども、こんなところも全部切れた跡なんで、はい、はい、だからもう本当にちょっとした角にちょんと当たるともうすぐ血が出るっていうぐらい、もうほんま、もうこれは神なのかっていう、もうペラペラの神なのかっていう感じの状態でしたね。肌が本当に薄くなってしまってたっていうところですよね。ではそれをこう解決されるために今までそのどういったことに取り組んでましたか。ですね、もうステロイドに頼り切ってたので、もうここ最近は、はい、もう現状何もしてないっていうところが大きかったですね。だから昔はいろいろやりましたけど、ここ最近はもう本当にお風呂上がってステロイド塗ってという生活をずっと続けてたんですけど、はい、もうそういう状態でしたね。はい、ではそのステロイド療法を続けてて、どういう感じだったんですか。はい、どういう感じと言いますか、もう塗らないと不安という状態だったんで、はい、もうステロイドを切ったらもうぐわっともうアトピーが悪化するっていう恐怖心があったので、はい、そんなにひどくなくてもずっと塗り続けてるっていう状態ではありました。はい、はい、じゃあステロイドを塗るとまあ落ち着くみたいなところも、まあ落ち着くというか、もうずっと塗ってるので塗ったから落ち着いてるとかじゃなくて、もう、はい、もう習慣化してましたので。もう習慣化してたんですね。はい、はい、そうですね。わかりました。では、それを踏まえた上で当院に来ていただいたんですけど、はい、当院に来ていただいた時のそのカウンセリングとか、はい、まあ印象とかってどうでしたか。はい、そうですね、もうちょっと前になるので、ちょっとはっきりとは覚えてないんですけど、はい、まあ、そうですね、まず一番響いたのが、まあ、先生もアトピーだったっていう話を聞いて、そうですね、はい、だから、で、見せてもらうと、もう全然、なんか跡形もなく消えない状態で、まあ、いろいろ話を聞いていくうちに、まあ理にかなったところもあるのかな。でも実際、うん、昔に絶食療法とかもしたことあったので、うん、まずファスティングっていうのは多分効くんだろうなっていうところもありまして、まあ、ファスティングだけじゃなくて、まあ、食事の、アドバイスもいただいたんですけど、まあ、その辺で、まあ実際私の意思で来たわけじゃなかったんですけど、そうですよね、妻に勧められて、妻が YouTube で情報を得て、はい、行ってみないかっていうことで、まあ、最初は、私も半信半疑で、面倒くさいなみたいな感じではあったんですけど、はい、実際お話聞いてみると、やれば効果が出るんじゃないかなっていうのをお話聞いて実感できたので、はい、はい、まあとりあえずお願いしてみようと、はい、いう感じではありましたね、最初は。はい、はい、では実際に取り組んでいただいて、今
効果の方はいかがですか？そうですね、もう今はあのステロイドは完全に切れてますので、はいはい、もうそこだけでもう私たちはめちゃめちゃ嬉しいです、はっきり言うて、はい、もうステロイドの呪縛に もう長年もとらわれてましたんで、もう実際あのやめてどうですかね、もう半年ぐらい、うん、あ半年ぐらいになりますね、うんうん、ですので、もう皮膚もかなり強くなってきて、うんうん、特にあの悩まれてる方多いと思うんです、やっぱりステロイド使われてる方って、はい、あのその副作用に、うんうん、そうですね、うん、だからもうそこは本当にもう大満足ですね、はい、もうステロイド切れただけでも満足です。まだ肌の状態は完璧にはないんですけど、うん、はい、はい、うん、そうですね、まあ、そういう状態ですね、今は、はい、皮膚のその切れる感じとかっていうのは実感としてはどうですか？あの髪のようになってた、もうまあ今でもまあ多分薄いとは思うんですけど、はい、でも角に当たったからって切れるとか、もうそんなことはもう全くなくなったので、もうすごく生活が怖かったんです。まああの、はい、仕事で結構鋭いものとかも周りにあるので、はい、金属がたくさんある仕事なので、まあそこにちょっと もう角当たっただけでもすぐ切れてたんですけど、うん、今はもう全くそんなことはなくなったんで、もう半年ぐらいでこんなに変わるのかなっていう感じはしてますけど。そうでしたか、はい、よかったです。ではその、まあ、他の治療院さんといいますか、他の治療をしたりとか、はい、で、まあ、うちの治療を受けていただいた上で、その違いっていうとどういったところになりそうですか？まああのアトピーのことだけじゃなくて、まあ、腰痛とかも、腰痛というか、まあ、椎間板ヘルニアとかもやったりしてたんで、まあ、その辺も、はい、あれなんですけど、他の治療院さんではまずまあ痛いところをこう、うん、まあこうなんかこう押してくれるみたいな感じで、はい、まあ押されると気持ちはいいんですけど、はい、そうですね。なんかこちらに来て全然違うなと思ったのは、全く違うところ、はい、この筋肉をほぐすとか、うん、と治るとかいうところがあって、そこはその目から鱗って感じでしたかね。そうですね、あの、はい、ここ痛いのになんでそこを押すのって、うん、まあ、例えばこの、あのお尻の筋肉であるとか、はい、もうそこで改善するっていうのがちょっとびっくりしたところではありましたね、はい、そうですね、まあ、はい、一応生体面でもね治療はさせていただきましたけど、はいはい、じゃあアトピー面とかで言うと、まあ、アトピーに関してはもう、うん、まあ、治療という点ではもうほぼ医者しか行ってなかったので、お医者さんだけだったんですね、はい、それと比べてみると何が違いますか？そうですね、だからもう根本的に違いますね、うん、まあ、あの医者に行くと当然あの、まあ、対症療法というか、そうですね、あの飲み薬、塗り薬っていう治療になるんですけども、うん、そことはもう全く違う、まあ、薬に頼らない、うん、方法、まあ、まず一番大きいのはファスティング、最初にまあ食事とファスティングで進められましたけど、そうですね、うん、ファスティングでもかなり劇的にそうです、ね、うん、変わりました、うん、ファスティングするぐらいではっきり言うて、あのステロイド切れるんかなっていう気持ちは最初の、はい、私の半信半疑ではあったんですけど、まあ、はい、まあ、若い頃に実際絶食療法っていうのは体験してまして、あ、うん、あの、はい、うん、それはまあファスティングと違ってほぼ完全断食だったんですけど、はい、うん、まあ、そこでも、まあ、改善するっていうのは体験してたので、はい、まあ、ある程度はっていうところはありましたけど、はい、そうでしたか、はい、あ、よかったです、はい、では最後に同じあのアトピーで悩まれてる方に、はい、まあ、一言メッセージいただければ。ああ、そうですね、もう実際あんまり言いたくないですけど、結構な年なので私もまあ、まあ、ぶっちゃけ言いますと、もう60になりますんで、かなり長い間アトピーに悩んできた、そうですね、うん、ですけど、まあ、若い時に絶食療法してその後もちょっと良くなって、あのステロイドとか全く使ってない時期もあったんですけど、年とともにあの、まあ、転職っていう機会があって、まあ、その辺も大きかったと思うんですけど、
まあ、夜勤とかもするようになって、うん、生活が不規則になって、はい、っていうところもあったんですけど、そういう生活でもステロイドから抜け出せたので、あの一度あのファスティングを試してもらったらと思います、はい、一応先生にアドバイスしていただいたら、あの、はい、あのきっちり安全にファスティングできると思いますので、はい、と思います。わかりました、はいはい、ではアンケートはこれで以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。